あのバンユンっていう、まあ、もう解散しちゃったのかな、あの男女2人組のさ、バンビっていう、その今なんかあのショート系動画のスパイダーメンっていう、あのめっちゃ登録者1000万人超えだからめちゃくちゃ人気 の、 あのショート系 YouTuber だって最近あの公表したバンビっていうのと、もう一人あのユンちゃんっていう男女2人組のさ、あのすごい人気だって YouTuber の、 そのユンちゃんがですね、今大炎上あのしてるじゃないですか。ちょっと、まあ、俺のね、視聴者の陰キャラのね、地域のやつらは分からんかもしれないけど、そのユンちゃんがですね、今フィッシャーズってあの大人気 YouTuber グループ、もうめちゃくちゃ、登録者500万人700万人とかいるじゃん、のリーダーのシルクロードっていうね人と結婚して、で、妊娠中なんですよ、ユンちゃんが。そのシルクロードのね、子供を身ごもって妊娠中なんだけど、なんかつい最近動画を投稿して、なんかつい最近あった悲しかった出来事みたいなのをね、なんかサムギョプサルをね、食いながらなんか喋るみたいな、そういう動画を出したんですよ。でそこでなんか大型の家具、めちゃくちゃでかい家具を3つぐらいね、くっそでかい自分の身長よりも高い段ボールの家具を頼んで家に運んでもらったんだけど、その時に業者の人が家の中にその荷物を入れてくれなかったみたいな。だからそのなんかマンション の、 廊下にずっとその何日間も置きっぱなしで、管理人さんとか、なんかそのマンションのなんか防災センターの人に怒られて、すごい悲しかったみたいな動画をね出したんですよ。でそれでなんつうの、なんか配達業者の人に対して、なんかすごいなんつうのひどいよねみたいなことを言ったもんだから、なんかそれがなんか視聴者というか、まあネットのね、きっしょいやつらのね、逆鱗に触れて、何様だこいつはみたいな、配達業者の人たちはそこまでする義務はねえだろみたいな、調子乗んじゃねえボケかすがみたいな感じでくっそぶったたかれて、今ね妊娠中 YouTuber っていうね、そういうワードでね、ツイッターとかでトレンド入りしたりして、もうなんかめちゃくちゃに叩かれてる。俺の視聴者の地域の子たちは知らんかもしれないけど、まあ妊娠中のね女性なんで、俺結構俺自身もさ子供いるしさ、そういう妊娠とかいうワードに敏感だから、結構ねこの話題ね注視して見ててね、それで今回はこれについて話そうと思うんだけど、ちなみに別にどうでもいいんだけどね、僕ちなみにユンちゃんのね旦那さんのシルクロードにそっくりじゃん、高身長版ねシルクロードだから、本家シルクロードは162、3センチなんだよね確か、うん、結構小柄なんだけど、俺は179センチでシルクロードの上位互換だから、まあちょっとそこも踏まえてちょっと今回ね語らせてもらうよ。であと何ていうか、シルクロードってなんかどっかのなんか大学の 何大学だっけ、シルクロードってねどっかの体育大学出てんだよ、体育大学結構ね偏差値あれなんだけど、なんだっけな、ん出てこねえんだよ、シルクロード出身大学、出身大学私立の東京成徳大学らしいね。俺大東文化大学、スポーツ健康大学、スポーツ科学会から俺も勝ちやね。だからその後に中央大学も出てるから、学歴でもね身長でもね全て上位互換なんだよあいつの、で筋肉フィジカルも、ね、あいつも結構筋トレしてるけど 俺の方が上だからね。だからユンちゃん見とるやろ、惚れたんじゃないか、旦那さんのねシルクのね完全上位互換の俺、惚れたんじゃないか、まあいいよ、まあ、それいいとして、今回ねちょっと前置き長くなっちゃうけど、俺が思ったのは確かにその配達業者の人はね何も悪くないですよ、別にユンちゃんをねかばうわけはないで、全く擁護する気はない、擁護する気はないし、その配達業者の人たちがやったことは正しいと思うよ。そんな契約とか業務内容にね契約の範囲外のさことをさやってくださいって言われたとて、別に断るね、断って当然だと思うから、なんか家の中まで運んだら、なんかその不法侵入で訴えてくるね女性とかがね過去にいたりとか、そういうなんかケースがあったから、多分そういうね配達業者の方も結構慎重なんだと思うよ。だし結構すごい大型の家具だから、ね、運ぶ際にさ家に傷がついちゃったりしたら誰がどう責任を取るんだっていうのもあると思うから、別に一切配達業者の人たちを責めるつもりもないし、そこをね批判してる人はごもっともだと思うんだよ本当に、うん、ただね、ただですよ、これ毎回ね YouTuber とか、まあそのなんかネットのこうなんつうのかな炎上を見ててね思うのは、
ちょっとね過剰に叩きすぎだなっていうのを思ったんだよね。その俺見たよ今回のその動画の切り抜き見たんだけど、ユンちゃんがねこうサムギョプサルをねニダニダ食いながらね、あのくしゃくしゃ食いながらね、あの食ってるところを、ね、食ってあの喋ってるところをね、あの見たんだけど、別にねそんなになんつうのかな、その確かに言ってることは、まあ、ちょっとずうずうしいかもしれないんだけど、別にそんなめちゃくちゃなんかこうなんつうの悪質な言い方をしてるわけじゃなくて、なんかちょっとねか弱いね可愛い女の子がねなんかこうサムギョプサルをねくちゃくちゃ食いながらなんか愚痴るみたいな感じであって、別にそんなにね、確かに言ってることはあのユンちゃんが間違いだと思うけど、でもそんなに叩くかねっていう、いやそこまでね、ものすごいもうねツイッターとか見てもうねなんかね待ってましたと言わんばかりのものすごいね叩かれ方してるのよ。なんかそのまだ配達のことに関してね批判するんだったらまだしも、なんかその見た目とかユンちゃんの見た目とか人格とか、なんか妊婦なのに動画撮ってんじゃねえとか、妊婦のくせしてサムギョプサル食ってんじゃねえみたいなとかね、あとなんかものすごいねひでえこと書かれてる動画のコメント欄とかもね、あの何々高校出身だからみんな許してあげてわらわらとか、 あとねなんかねひどい、俺なんか本当にね水商売レベルのどうのこうのとかで、あの本当なんかもうあの度を超えた批判がひどいんですね。ま、配達関係のことについて言うんだったらマーシももう関係ないじゃんっていうね、こいつは絶対モンスターペアレントになるとかね、ろくな親にならねえとかね、そう食べながら喋ってる時点でお察しだよねとかさ、ねっていう、なんかもうさ確かにユンちゃんがね悪い、まあ悪いとは思うよ、火種の原因であるけど、いやそこまで言いますかっていう、もう僕はね思いました。別にあの僕自身がねあのシルクロードに似ててね、ユンちゃんが多分俺のことをねあの多分好きかもしれないからかばってるわけではないですよ。だしあの俺自身も子供がいて同じこうなんつうの妊婦、まあ、僕も妊娠中の時奥さんとねずっと一緒にいたからね、あの妊婦の人のこう気持ちというかまあねこういうそういうのにあの割と敏感だからっていうわけではないですよ、ないけどさ、なんかああまたなんか YouTuber相手だとなんかもう何言ってもいいと思ってるやつらが出てきたかみたいな、なんかあのコメントでね YouTuber だからって何言ってもいいと思ってんのがこのバカみたいなコメントあったんだけど、 逆で YouTuber 相手だったらさもう何言ってもいいと思ってんのって感じになる。下心あるわけないで、別に俺いくらねシルクロードに似てるかって、ね、別にあの顔だけないでゆんちゃん、ただなんだろうな、なんか一人だったらしいんですよ。今一人暮らししてるらしいんだよね、ユンちゃん。結婚してるけど、シルクロードと別々に住んでてみたいな。一人暮らしでマンションで、でその時誰も家にいないから、その妊娠中のね、か弱いユンちゃんは、ね、でかい家具を家の中に運べなかったみたいな感じなんだけど、なんで俺を呼んでくれなかったんや、ね、シルクロード上位互換の俺なんで呼んでくれなかった、ね、一本ね入れてくれればね、こんな炎上なんてしなかったのに、なんでだよ、悲しいじゃねえか、別に気ぃ使う必要ねえんだぜ、ね、寂しいよな、ね、結婚新婚ほやほやでね、新婚ほやほやでさ、ね、お互い忙しくてさ、ね、結婚したてだっていうのにさ、ね、別々に暮らしてて寂しかったよな、いつでもくれや、ユンちゃんのその寂しさ埋めてやれるぜ、似てるだろ、見てくれよ俺の、その写真見やす出し忘れてたな、俺あの似てるだろ、俺高校2年生の時のさ高2の時のさ写真なんだけど、俺の似てるだろシルクロードに、だからくれよ、多分ね心の隙間埋めてやると思うで、そこが悔い残るんだよな、
なんで俺を、なんでね、この、ね、上位互換をね、呼んでくれなかったんだって。悲しいね。こんな、か弱いね、妊娠中の。なんかいろんな方面から、多分、鬼女というか、妊娠中だってのもあるから、そういうところでもね、なんか、女の嫉妬とかもね、入ってきたりね、あとはね、その、めちゃくちゃ有名な、人気な YouTuber じゃないですか。万有のイオさんって、うん、だからそのやっぱりね人気 YouTuber がねこういうね何かねなんか問題発言をするとねもうこそってねもう今だと言わんばかりにね引きずり下ろしてやるみたいな叩き潰してやるみたいなねそういうやっぱ嫉妬もあると思いますよ、うん、ただ何でもいいけど別に擁護するわけではないですよ、うん、俺配達業者の人の味方だから別に、うん、擁護してるわけではないけども例えばじゃあ、これね俺が全く同じことを言ったとしようこのね底辺 YouTuber の俺が妊娠中で、全く同じことを言ってね、まあ、この間さ業者のやつがさ家の中に運んでくれなかったんだよふざけんぜよとか言ったらでも別に何も炎上しないと思うんだよ、うん、でもユンちゃんは炎上したと何が違うかっていうと人気か人気じゃないかんだよ、うん、絶対ね同じようなこと言っても俺みたいなね人気ないやつとかフォロワーね100人とか1000人とかのやつらが言っても誰も何も思わない、うん、そもそもこんな拡散されないし、うんね、でも今回ねユンちゃんっていう見た目が良くてねでフィッシャーズのシルクロードっていうもう億万長者と結婚してて登録者もね何百万人もいてもう、ね、自分自身でもめちゃくちゃお金を稼げるっていうねもうなんか非の打ち所のないね完璧なその女の子だったから余計ね、こう叩かれちゃったってのはあると思う、うん、絶対それはあると思う、だってさ、まあ、もちろん配達業者の人に失礼で失礼だし悪いんだけどなんつうの、みんな叩いてるからじゃあ俺も叩いてやろうみたいな便乗してね叩いてるやつが大半だよこんなそうね、本当になんかそのね配達業者の人、まあ、もちろん配達業者の方は気の毒だけど配達業者の人に気遣ってねこの問題をなんかこう考えてるやつなんてね大していなくてただね今だと言わんばかりに、ね、絶好の機会だと、うんね、有名 YouTuber がね問題発言をしてぶったたいてやろうっていうただね便乗してねうさんばらしにね叩きたいやつが大半なんだよこんなのだからなんかはぁ、あ、みたいなはぁ、あ、みたいな ね,、まあ、ね有名人の誹謗中傷とかねそういうコメントアンチコメントとかで心を病んだりさ自ら命を絶ったりする方がね近年ねいるというにもかかわらずさもちろんその何度も言うけどユンちゃんの発言が問題だとは思うけど言い過ぎだろっていうねなんか食いながら喋んなよ子供にもそういう教育をなされるおつもりですかとかね食べながら喋んなめちゃくちゃ偏見だけどめちゃくちゃ裏表ありそうこの子初めて見たけどいつもこんな話し方だお腹のエコーしかしたことないってことは子宮癌検診とか受けてないのかなもし受けてないなら今後定期的に受けるようにしないとかよ躁うつ病なのかな一度メンタルヘルスに行ってみた方がいいですよ生まれる赤ちゃんのために旦那もガキみたいなもんだしね社会経験あまりないですか教育の大切さが分かる動画からするとこんなね YouTube なんていうねカスサイト見てる時点でね道理なんだよ全員なんだこいつら絶対俺の視聴者のさチーギーたちにもさユンちゃんさこそってぶたたいてるバカ聞いたやろ、はあね、物事には限度ってもんがあるんですよ確かに批判されるべきことかもしれないけどお前こんなさ何千コメントついてんのツイッターとかのこういうのも合わせたらもう何万とか来てるでなんか別に配達業者の
名前をさ言ったとかじゃないんだぜ、黒猫ヤマトとか佐川急便とか特定のね名前を出したわけでもないんですよ、別に、うん、でしかもねそんなに そんななんか変な言い方してたとは思わんのだよな俺は。だから俺はね普段別に YouTuber なんて好きじゃないよ、基本的に YouTuber アンチなんだけど、ただなんかこうさなんつーの、なんか自分たちのストレス発散のためにさね叩いてるやつ絶対いるじゃん、なんかはぁみたいな、はぁみたいなね、こうなんか絶対的正義というかさ、これに関しては絶対に誰でもそうこうなんつうのぶったたける案件じゃんこれは、だから絶対に勝てる勝負にの意気揚々と乗り込んできて、めちゃくちゃにぶったたくみたいな、うん、しかもなんならなんか全然関係ないことでね、見た目の批判とかねそういうことをねするなんかなんだこいつはっていう感じだよね。俺はゆんちゃんねいつでも待ってるからさ、あ、ね、待ってるから発信してくれ、うんね、これを機にさ仲良くなってね、お互いこうなんつうの教育ね、ママ友っつうのパパ友っつうのなれると思うんだよね。で何つうの教育者としてはね親としては俺の方が先輩だから何でも聞いてよ、ね、分かんないこといっぱいあると思うから俺 ね結構子育て結構ね力入れて、ね、いろいろ知ってっからさ何でも聞いてよ、ね、思う分には自由だけどわざわざ YouTube で話す必要性はないと思う。そんなんもう何だって言えんの、何でもありゃそんなこと言ったら全てのコンテンツそうだろ、なんだそれ。なんかねやっぱなんかあれなんだろうな、 YouTuber っていう職業はさやっぱりさなんつうのめちゃくちゃ楽してさお金稼いでるように見えるじゃん、まあ実際そういう部分もあるんだけど、そのなんつうの苦労とか努力みたいな部分がさ全くほぼ見えないじゃん視聴者には。なんか動画上げてたらたまたま当たってめっちゃ稼げるようになりましたみたいな、まあそれは確かに事実の部分はあるんだけど、なんだろうねなんか過剰に YouTuber ってなるとなんかね通常のなんか何倍2倍3倍なんか過剰に叩かれる印象あるよね。やっぱりあれなんだろうな、距離が近いから同じお前も俺らと同じ素人だろみたいな、なんかそのスター性がないから余計叩かれちゃうんだろうね。実際すごいんだけどね、俺みたいなさ、ね、ね必死にね外でね、はね真っ裸になってねタコ踊りしたりしてもね数万再生しかねいかないようなねゴミからすると、ね、何十万再生何百万再生ってねすごいんですよ。それがたとえ運だとしてもね、たまたま当たっただけだとしても、でも立派なそれは才能じゃない。別にスポーツがね得意とか勉強ができるとか音楽が得意とかと同じだと思うんだよ、別にその YouTube で受けるかどうかっていうその才能は。でもやっぱりなんか結局そのなんか簡単にね稼いでるように見えちゃうからさ、 YouTube ってまだできてさ歴史も浅いしさ、うん、まあ、実際まあ簡単な部分もちょっとあると思うから、うん、けどでもなそんな、うん、自分のその才能をさ、才能って言っていいことなのかね、そんな高尚なものじゃないかもしれないけど、その才能を生かしてさ、ね、お金稼いでさ、別に何が悪いんですかっていう話じゃん。だからなんか、言ったそうね、かわいそうなりね、うん、別にうん、勘違いしないで、別に俺、うん、一番は配達業者の味方やからね。俺が配達業者だったとしてもね、ユンがね、目の前に現れてガチャってきたのね、一切取り合わずにね、ふざけんなボケっつってね、ガチャバーンって閉めてね、めちゃくちゃにしてね、帰るから、俺むしろ優しいですよ配達業者の方。なんかちょっとね感じ悪い言い方でね、いやそれはあなたの都合ですよねみたいな、ひろゆきみたいな感じでね言ってね、言っちゃったらしいんだけど、ゆんちゃんの話によると。でも二人組で一人の人は結構優しくて、ああいいですよみたいな感じだったっぽいんだけど、もう一人のなんかひろゆきがね、多分俺みたいなやつだったんだろう、それってあなたの都合ですよねみたいな感じで、まあ、なんか取り合ってくれなかったらしい、はあ、全然いいんだよ、配達業者大変だから、ね、今はもうほんと送料無料とかね、ただでさえね
その燃料費ガソリンとかがね高騰してる中ね、本当売上とかさ利益がもう本当ね、もう結構きつきつだと思うんですよ。だから一切別に俺一切言うの敵やから俺、ね、一切用がせんけど、でもねか弱い女の子、妊婦のね女性よ、だから妊婦だからって特別扱いねしていったわけじゃないけど、もうちょっと考えろよっていうね、ほんとなんか人間の嫌なところというかネットの嫌なところをねほんと垣間見えましたね。よくないよこういうなんか関係ない部分までねボロクソにめちゃくちゃに叩きまくるな。あーもう20分以上話した、あーなんかやだな、俺がユンちゃんのこと好きみたいや、やめてよ。え、あの俺結局共犯者やから、あのね、なんかね、やめて、これ勘違いさせちゃうな、ゆんちゃんを。罪な男やな。だから、そういうつもりじゃないからね、こんな話しちゃうとは思わなかったな。わいったわいった。うん、まあでも、うん、でも別に俺、あの YouTuber、基本的に、そんな好きじゃないから、構うわけじゃないからね、やめてね、勘違い。ただ、うん、あんまこういう過激なね、過剰な言葉の暴力は良くないよ。ということをね、言いたかったね。